はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はドンキホーテで買った、ちょっと見せてください。はい、近い。北海道ガラナ、北海道限定って書いてあるけど、普通にドンキで売ってたけどね。はい、ともう一個はインカコーラ。インカ帝国にコーラちなんで作られた黄色いコーラ。ゴールデンコーラ、金のコーラだよ。黄色って書いてある。ちなみに、何これ、あ、アメリカなんだって。リードオフジャパン株式会社輸入者、アメリカで作ったコーラです。もう一個はどこで作ってる。北海道かな、やっぱり。北海道、そんなことないんじゃない。ユーコーヒー、あ、上島ね、 UCC だね。飲みながら早飲み。上島コーヒーですね。この間も、はい、ガラナから行きたい。そうだね、なんだっけ、極細ストローでやっぱり早飲みを、あの炭酸だから強い、じゃあね、まず同じコップを用意したんで1個ずつ両方開けてみて。はじめガラナ。え、なに、2回勝負すんの。うん、行くね。やだよ。そう、じゃあガラナ入れて。まあこれは多分黒でしょう。うん、いい匂い。待って、1回普通に飲みたくない。ダメだ、黒が。あ、黒、え、その炭酸、炭酸こんくらい、もうちょっと。え、そんな少ないの。いいか、半分ぐらいで。多分飲みきんないもんね。普通いけるんだよ、飲みきる。そのストローじゃ。あれでしょう、あのドクターペッパー的な味じゃないの。これグアムで飲んだタイヤのやつ。ああ、だからそうでしょう。ただこれ無理です。だから言ったんじゃん。タイヤって何。だから言ってる。グアムホテルで飲んだらまずいって言ってて、リアはそれでやってください。ドクターペッパーで。いや、私はそれで飲みたいの。大丈夫。え、同じ量にして。いや、それあげるよ。はじめ一口。おお、エナジードリンクの匂いする。ああ、マジだ、エナジードリンク色。私もちょっとちょうだい。普通のコーラ。コーラじゃない、これ。エナジードリンク。じゃん、でもCCレモンみたいな。CCレモン。はい、じゃあ対決していきたいと思います。全部これ、全部は辛くない？全部頑張って。やっぱ強い方が炭酸強い。よーい。3、2、1、0、ゴー。させ。全然これが青年だ。あ、来てます。来てる。ちょっとずつ来てる。口まで来た。まだ口まで来てない。うん。来てる。うん。減ってんの？痛い。全然減ってないけど。あ、減ってる。黄色がちょっとリードしてます。え？黄色がちょっとリードしてます。痛い。黄色だいぶ減ってるよ。茶色チーム頑張ってください。あー、黄色減ってるよ。だいぶ減ってきました。3分ぐらい経ってますけどね。さあ、ここで助っ人登場です。痛い。え、だって勝てないじゃん、このままじゃ。代打俺、これゲーム。代打俺、私負けず嫌いだから。いや、絶対無理だから。もう倍ぐらいある。うん。全然無理。はい、じゃあやろう。痛くない顎。あ、でもすげえ空気なしだよ。減ってる感じしないよ。あー、痛い。痛くない？だいぶ。負けた。負けたよ。疲れた。強いね。なんかストローが冷たくて。いや、これきついね。口痛くなるね。というわけでね、これ何？どういう味なの？俺にも飲まして。普通に飲んだら美味しい。なんだろう、不思議な味。なんか、おもちゃじゃない。駄菓子屋の味みたいなやつ。
ゴールデンコーラ、インカコーラ、コーラじゃないね、炭酸飲料ですね、なんか不思議な味のでした。で、北海道からのはやっぱりあれだよね、ドクターペッパー系の味ですね。はい、というわけで以上、飲んでみました。バイバイじゃない、また見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、細いストローで飲む勝負、これだけでも結構時間かかると思うけどね。じゃあ小学校4年生対39歳の勝負です。これ本当俺の方が少なくていいけどね、まあちょっと少ないけど、ちょっと多いけど、これじゃあでも君勝てないと思うよ。やってみる。はい、じゃあ用意ドン。負けた。結構これしんどいね。でもなんか今回そんな痛くなった。いや痛い、負けました。小学校4年生の勝ち。以上です。